はい、ですね、結局どうなったかというと、まあ、はい、まあ結局どうなったかというとですね、まず、SC の710を全部、まずそうですね、SC の710を全部変えて、まあ、とにかくトランジスタを全部変えたと。で、研波用のダイオードも、安い方ですね、DO35 の、ショットキーバリアダイオードに変えたと。で、さらに、コンデンサーも変えたと。アルミの電解コンデンサーですね。で、その状態で、聞くと、まあ、先ほどちょっとやったように、お聞かせしたように、まあ、音が小さくなるわ、歪むわというので、まあ、元よりもかなり悪くなったのでですね、その状態から、3つあるですね、1815に変えた、3つ、こことこことこれですね。これを、元の、トランジスタに変えました。1363に元に戻しました。こことこことこれね。に元に戻して、やると、まあ、音がマシになったというか、はい、まあ、この3つね、この3つを、元に戻すことによって、まあまあ、使えるレベルになったかなという感じですね。で、ここのね、ケンパー用のダイオードなんですけど、まあ、ここの3つを新しいのに変えて、まあ、その、歪んでる状態ですね。歪んでる状態で、研波用ダイオードを、まあ、1N の60ですね。ゲルマニウムダイオードの方に、変えたとして、まあ、変えましたけども、結果としては音は良くならなかったという感じですね。なので、まあ、一つ30円の、ショットキーバリアダイオードでも、一つ100円のゲルマニウムダイオードでも、音はね、あんまり変化ないと思います。まあ、この状態でもう一回これを付け替えればわかるんでしょうけど、そんなにね、100円と30円の差は、感じられませんでした。差はあるかなと思って、あえてね、2種類買ってきたんですけど、まあ残念ながら、まあちょっと正確なね、あれは、ちょっとこの状態でもう一回これを、30円の方に直せばいいんですけど、まあ、それほど、予想としてはもっと変化があるのかなと、ね、思ったんですけど、あんまり差はなかったという感じですね。だここの3つですね。この3つが、1815に変えると悪くなったという感じなんで、まあ、結局元に戻しました。だ変えたのは結局どうなるかっていうと、研波用のダイオードですね。これと、それから元の、SC の710の3つを変えたと。それから、ケミコンですね。アルミ電解コンデンサを変えたというところですね。で、まあ、だ結果としてね、まあまあいろいろ時間かけてやりましたけど、どうなんでしょうね。まあ、長時間聞いた時の、
ガリガリとかいうね、ちょっと異常な振る舞いは、まあちょっと長時間聞いてみないとわからないですけど、まあそれ以外はね、特段なんかこう感度が上がったとか、まあ感度は上がらないでしょうけど、音がすごく良くなったとかいう感じは、うん、まあ残念ながらないかなと。まあ相変わらずちょっと高い、高いというか甲高い音で、強力な曲はちょっと歪む感じですね。最後まで弾かせてもらったりとかしてました。苦にならなかった。もうとっても楽しかったです。はい。いう感じですね。まあちょっと微妙な感じですね。うん。でね、まあその電解コンデンサーね、アルミの電解コンデンサーを変えた時に、まあ以前のコンデンサーはもう古いんでね、まあ劣化もあると思うんですよ。まあね、あのドライアップで中の電解液が抜けてしまうというのもあると思うんですけど、それを新しいのに変えた時に、まあいろんなところ変えてるからちょっと分かりにくいんですけど、なんかね、気のせいかもしれないですけど、そのコンデンサーを変えることによっても音が悪くなった気がするんですよ。うん。で、まあ、ね、当然以前のが劣化してなかったとしても、ね、そんな安いやつを使ってないので、まあこれ、その中国製のどこかわからないやつではないんですよ。まあ、かといって高級でもないですけど、まあ、質的には問題ないね、電解コンデンサーを使ったんですが、まあ、それで音が変わるというのは、あり得るのかなと。明らかにね、聞いた時にちょっと音がそれで悪くなると。で、まあ、音はその主観ですし、その交換前と交換後の音をはっきりね、明確に、覚えてるかと。今、録音したところで、まあ、うまいこと比較できるかわからないんですけど、まあ、それでね、まあ、本当にそのね、徹底的にオーディオを煮詰めるような人は、ね、まあ、オーディオ用のコンデンサーってあるぐらいですから、オスコンとかね、まあ、それで差が出てくるんでしょうけど、まあ、こういうラジオで明らかにその、なんか悪くなったというような程度の差がね、コンデンサーを良くしてはいるんだけど、それで生じるものなのかなというのがちょっと不思議なところですね。で、まあ、以前のね、まあ、これトランジスタじゃないんですけど、これですね、まあ、パナソニックというか、ナショナルのですね、R-1007、これの、コンデンサーの、まあ、張り替えというか、まあ、それを行ったという、まあ、動画もあるんですけど、これね。まあ、これはもうコンデンサーだけです。コンデンサーだけなんで、1、2、3、4、5個、5個かな?もっと1、2、3、4、7個かな ?7 個張り替えたというのもあるんですけど、まあ、これもね、まあ、元から音は良くないんですけど、まあ、結果張り替えても音は良くならない。歪んでると。ね。いう感じで。もしかしたら悪くなってる気もするんですよ。ね。新しい、まあ、ケミコンの値段はまあ知れてるんですけど、まあ、それをね、結局買いに行く手間とか、で、まあ、ハンダ付けする手間とかね。まあ、それは趣味の範囲内でいいんですけど、まあ、それをやった結果、悪くなったんじゃ意味がないじゃないかと。ね。まあ、ケミコンなんか劣化するものなんで、ねえ、まあ、10年、15年経つと、性能が、まあ、劣ると。劣るんだけど、新しいのに変えてなぜ悪くなるんだと。いうのが、ちょっと非常に不思議なところですね。まあ、良くなってもらわないと困るし、ねえ、当然その性能的にはかなりケミコンが劣化するはずなんで、それをね、もう、ほとんど劣化のない新しいね、やつ。まあ、以前からずっと買って置いてたんなら別なんですけど、まあ、そういうものではね、ない、問題のない質のものに変えたところで、音が悪くなってしまうっていうのは一体どういうことなんだと。
いうのがちょっと不思議でありますし、まあこれのね、まあ40年経過してますから、40年経過する前の音は一体どういうものだったのかというのは、まあもう今になってはもうわからないんで、ね、その時の劣化してないやつとこれを聞き比べることができれば、まあもともとあんまり良くないのか、もっとめちゃくちゃ良かったのか、まあ今と変わらないのかとかね、そういう比較ができるんですけど、まあそれはもう無理ですから、まあ今できるのは、こういうね、部品を変えることぐらいなんで、変えた結果ね、ああ、やっぱり劣化してたんだなとか、手間をかけて交換する意味があるなという結論が導ければよかったんですけど、結果的にはね、非常に微妙ですね。うん。やらんでもよかったんじゃないのという気が、します。まあこれはこれで一つの勉強にはなったんでしょうけど、うん、ちょっとね、まあこういうラジオのような単純なものなのですが、その中でもう明確な結果が得られなかったというのは、まあちょっと残念なところかなと思いますね。うん。まあまたね、ちょっと機会があれば、そのあたりね、煮詰めていったりとか、まあ他のね、トランジスターといっても、まあ全くその値の違うものはダメなんで、まあ選択も限られてますし、まあ以前ほどそのトランジスターが今、メジャーではないですからね、パーツ的に。まあ店に買いに行ったところで、まあこれに適合できる、まあもしくはその許容範囲に収まってるトランジスターというのももう数個しかないと思うんですよ。まあそれはそれでまたそれなりに値段はしますしね。